来週17日で阪神淡路大震災から28年、大洲市では今日、若手警察官たちが大規模な地震の発生に備えて救助訓練に臨みました。大津市内のグラウンドには今日、大津警察署から若手を中心とした警察官25人が集まりました。訓練は大規模な地震が発生し倒壊した家屋に怪我人が取り残されているという想定で実施されました。警察官たちはチェーンソーを使って屋根を切開、声をかけながら救出に挑みます。現場には県警ヘリも現れ、上空から怪我人をロープで引き上げ救助していきました。1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災、まもなく28年が過ぎますが、今災害現場に赴くのは多くが当時を知らない若手たちです。ここに一人がいること分かりました。あとで必ず助けに行きます。そしたら他の人探しますんで、次の呼びかけには応じないでくださいということを言います。誰かいますか？ということで、少なくとも反応できる方はこの中に1人しかいないということが分かりましたので、このまま1人を助けに。今日は実際に災害現場などで活動する機動隊員指導のもと、要救助者を迅速に発見するための呼びかけの仕方や、けが人の運び方、装備資機材の使い方など、未曾有の大災害だからこそ大切となる基本の知識と技術を改めて学んでいきました。震災の記憶や経験がない警察官が増えております。そういった中で震災で得られました貴重な経験、教訓をですね、後世に確実に伝えるとともに、新たな技術や資機材を活用しながら、いつ発生するか分からない地震に対して万全に期せるように、これからも訓練を重ねていきたいと考えております。安の新しい私立病院建設をめぐり、安市と地元医師会が今日午後意見交換を行いました。ただ建設地について両者の考えは異なり、議論は平行線をたどりました。安の新しい私立病院については、市が JR 安駅前での整備案を変更し、安市総合体育館横温水プール跡地に整備を進めることで、先月市議会で関連予算が可決されています。これに待ったをかけているのが地元の医師会、森山安医師会です。森山安医師会は従来の JR 安駅前での病院建設を求めていて、今日安市と医師会との間でおよそ半年ぶりに意見交換が行われました。医師会側の多くは、総合体育館横では駅から遠く不便であることや、地盤が軟弱であるなどと主張しています。なんで駅前ダメなんです？市長、なんで駅前がダメなんです？白黒つくまでは占いがあってほしいのと。意見交換会を終えて加谷木市長は、いろいろ手順を踏んで市民のご理解を得た上で期間決定していただいたということでございますので、これはもう市民が選んだ場所ということの位置づけで進めていきたいというふうに思っております。一方で医師会の小西会長は、建設の正式な予算が可決されるまで駅前での建設を求めていく考えを示しました。医師会としてはやはり駅前の病院を建設するのが、安市民の医療とか介護にとって大変重要であるというスタンスは変えるつもりはありません。続いて新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに1681人の感染が確認されたと発表しました。また今日は70代から90歳以上の男女7人の死亡も確認されています。今日は1681人、そして連日亡くなった方が確認されています。新たなクラスターは
前原市の介護関連事業所など5カ所が確認されています。今日午後4時現在の最大確保病床に対する病床使用率は 82%、 重症者は8人で、重症者用の病床使用率は 15.4% です。3月で一部部隊が廃止される陸上自衛隊今津駐屯地で、20歳の自衛官らによる恒例の戦車綱引きが行われました。今津駐屯地では毎年この時期、今年度20歳となる隊員を対象にした成人式を開催しています。今日は15人の隊員が式に臨み、駐屯地司令や地元高島市の福井市長らから祝辞や激励を受けました。式に引き続き20歳の隊員らが戦車綱引きに挑戦するのが恒例となっているこの行事、前回まではコロナ禍のため休止され、今回が4年ぶりの実施です。用意された戦車は父親世代と同じ頃の生まれ、1974年に正式化された74式戦車。車体のエンブレム赤獅子は、今年3月の廃止が決まっている駐屯地所属第3戦車大隊のマークで、この赤獅子戦車の綱引き登場は今回が最後、車両も間もなく引退します。掛け声とともに始まった綱引き、38トンもの重量はさすがに引けませんでしたが、大勢の先輩隊員らが加勢、災害救助現場などでも欠かせない隊員同士の連携発揮の結果、見事引っ張り切りました。しっかり部隊の先輩方のような立派な人方になれるように、日々の訓練等、頑張っていきたいと思います。今後地震とかも予測されると思うので、その時には災害派遣など自分にできることを精一杯取り組んでいきたいと思います。長浜市の特産品であるハマチリメンの新たな製品のアイデアを大学生たちが考えました。この取り組みは滋賀大学の経済学部が企業の課題解決を目的に授業の一環として行っているものです。今回題材となったハマチリメンは主に着物に仕立てられる絹織物です。江戸時代から生産され、日本のちりめんの二大産地とまで言われた長浜ですが、現在ではハマチリメンの業者は11社にまで減少しました。そこで今回滋賀大学の学生が考えたのが、ハマチリメンを使った新たな製品やサービス開発です。今日は共に研究に取り組んできたハマチリメン業者を前に、学生たちが成果を発表しました。発表したグループの一つからは、絹が持つとされる美容効果に注目し、付加価値の高いハンドパックを製品化してはと斬新な提案がありました。最近、女性だけでなく男性も美容意識が高まっているということで、ここが売り出しポイントかなと思いまして、ここに着目しました。達成することの大変さと、やりきった、楽しさが分かったところかなと思っています。滋賀大学の担当者は、費用面などの課題ですぐ経営に役立てるのは難しいと思うが、学生ならではの制限を作らない純粋な考えが少しでも参考になればと期待を寄せています。